はい、こんにちは、チャオカーネです。いよいよワコワコのおさんがね、近づいてきましたということで、先日ライブ配信したんですけど、まだまだみたいですね。ワコちゃん、はい、じゃあ届きますよ。ワコワコです。ワコワコだよね、まだだよ。まだね、食欲もしっかりあるしね、ちょっとお腹の感じを触ってもね、まだかなっていう感じで、ちょっとでもね、まあいつおさんになってもいいように、まあスタンバイをしている状況です。でね、ライブの時にも言ったんですけど、病院でね、何匹お腹に赤ちゃんが入ってるか ね調べてきますということで言いました。でね、結果分かってます。はい、分かってます。見てもらいました。でもね、ちょっとコメント見てるとね、知りたいって方と内緒にしといてっていう方とね、両方分かれてるんですよね。でどうしよっかなって今ね、まだ決めてません。分かってるんですけど、どうでしょうね、ここでどうでしょうって言ったってしょうがないんですけど、聞きたくない方は、ここからちょっとスキップしてください。聞きたい方はそのまま聞いていただけたらと思いますけど、わこわこわこ、なります。わこわこのね、初めての赤ちゃんたちは、茶おじさんの見立て通りでした。ということで、わこわこの赤ちゃんはね、4匹今お腹にね、ここに入ってますよ、ね、頑張ろうね、わこわこね。まあさすがね、茶おじさんと言ったところですよ。まあ俺すごいから、まあしょうがないんですけど。まあワコワコね、多分ね、こうお腹の感じ触ったりとか形を見てたりとかね、して4匹だなと思ってました。で、エコー検査してもらったらね、4匹の赤ちゃんがね、元気に、心臓鼓動を打ってね、お腹の中にいましたので、ぜひね、楽しみにされてください。でもね、もうちょっとあと数日かかるかもしれない。ゴールデンウィーク中にね、生後1日目というね、成長の記録を久しぶりに上げれたらね、嬉しいんですけど、まあ慌てずに自然に任せてね、いきたいと思うんで、お楽しみにされてください。それからパンちゃん。次はね、パンちゃんですね。パンちゃん後輩しましたって言ったよね、言ったよね。言ったと思いますけど、パンちゃんもね、どうやら、誤解にしてるようですね。まだね、お腹の感じなんかもね、ちょっと分かんないんですけど、最近もう食欲がね、なくって、まあ完全につわりだろうと、思って様子を見てます。元気はあるんだけどね、もう全然食べない。まあだから、まあつわりの時ってね、本当に食欲が落ちるんで、まあ好きなのだけでも食べさせようかなと思ってね、パンちゃんが好きなおやつなんかあげるとね、まあ食べたりするんですけど、まあ間違いないでしょうね。でパンちゃんは、まあ5月の末から6月の頭にかけてぐらいですねに、順調にいけばお産になると思います。なんでね、しばらくはワコワコの赤ちゃんと、パンちゃんの赤ちゃんがいることになると思うのでね、まあようやくブリーダーです。ようやくブリーダーです。ね、多頭飼いの変なおじさんだったんですけど、ようやくブリーダーの仕事をね、しっかりとしたいと思います。なんでね、まあ皆さんはね、ゴールデンウィーク突入されてるかもしれませんけど、僕はね、もうチャオカーネに缶詰で、みんなのお世話をしておきたいと思います。でね、いい報告ができると、嬉しく思いますので、ぜひね、ゴールデンウィーク中もこのね、チャオカーネチャンネルよろしくお願いします。で、あんまりね、動画上げてないんだけどね。過去の動画いっぱい見て。よろしくお願いします。ということで、チャオジさんはね、お産モードに突入していきますので、次はね、いい、ご報告ができると思いますので、お楽しみにされてください。ではでは、はい、ちゃんでーす。